こんにちは、グランピーの村上です。今日はお客さんのカスタム紹介になります。で、今回紹介する自転車はこちらになります。サーリーのロングホールトラッカーです。で、こちら車体はですね、中古 でモアグランピーで中古で販売してた車体になってまして、で、もともとこの買われたお客さんがですね、前回紹介したビアンキのカスタムをした人の自転車になります。ビアンキカスタムしたのもですね、もうこういう自転車が今後欲しくて、それを見越したカスタムをしてたので、ちょうどロングホールトラッカー中古でいい感じのやつが出たので、それめがけて購入して自分の理想の形にカスタムして納車になります。はい。で、まあ、ところどころですね、その以前ビアンキにつけてたパーツを移植してます。もうキャリア前後、キャリアはですね、もともとビアンキにつけてたものをそのまま持ってきてて、で、サドルもですね、このブルックスのサドルもビアンキから持ってきたサドルです。で、新しく加えたところはのハンドルをグランピーオリジナルハンドルにして、で、グリップをですね、もう見たらすぐ分かるインパクトがすごいんですけど、このブルーラグさんでやってるサービスですかね、焼き豚巻きっていう巻き方です。これをですね、やってほしいと言われまして、近い感じでよければやりますよっていうのでやらせていただきました。なかなかかっこいいですね。個人的に僕もちょっと気にはなってた巻き方だったんで、ありがたくやらせていただきました多分本家と比べたら若干違うとは思うんですけど、まあまあいい感じに、お客さんも満足、写真送ったら満足してくれたのでいいかなと思います。で、あとはタイヤをですね、変更してます。もともとどこだったかな、マラソンタイヤだったかな、履いてたんですけど、グラベルキング26の 2.1 にしてます。ロングホールトラッカーが 2.3 までマックスで入るんで、もうできるだけ太いタイヤが履きたいって言われまして、 2.1 にしました。かっこいいですね。で、この両立スタンドもビアンキから持ってきて取り付けてます。また納車するときにですね、お客さんが手持ちのペダルを持ってくるんで、ラムダペダルを持ってくるとしてたんで、それつけたら完璧に出来上がりです。はい、完璧コミューターバイクですね。ブルーラグのエブリデイバイクがすごい、そのまんまエブリデイバイクになってますで、まあ、ちょっと最後にお知らせなんですけど、今週末7月31日と8月1日にポップアップをやります。内容がですね、リキッドホイールの試乗体験キャンペーンっていうのをやります。で、そのウィキッドホイールを制作しているアバブバイクストアの須崎さんもそのイベント中にグランピにやってくるので、よろしければぜひ参加してみてください。はい、では今回はロングホールトラッカーカスタムの紹介でした。ありがとうございます。